いやちょっと自分低血圧でね、実は朝ってテンション低いんですよ。今夜サンデーシュおはようございます。始まりました、ジャイロ技研。あのね、最近寝るのだって皆さん知ってます？あとキューピーコアゴールドの夜飲むやつ、ここ2日ぐらいねそれ飲んでるんですけど、朝がすっきり。でもね、ここんとこやっぱあんまり睡眠取れてないんでね、ちょっと疲れも溜まってきてる。そんな疲れをぶっ飛ばしてくれる台をね、今日選ぼうと思うんですよ。で、まあ、本日は3月の22日ということで、天王寺区玉造筋付近を散歩なんですが、本日も前回前々回同様、たくさんのお客様に並んでいただきありがとうございます。で、どうしようかなと思ったんですけども、まあ目星台も打ったしと思って、1コースぶっちゃけ、すいません、秋名音さん狙いに行きました。いました、マジでいると思ったんだけど、もう一人の俺がちょい待てつ、秋名音さん落ちたのは分かるけど、やっぱ見てもらえないだろつって、お前が見てやるべきことは見てもらうべきだろつって、そうだよねつって、でちょっと後ろの新エヴァ見たら、あいつも良さそうなのよ。で、新エヴァはまず視聴も取れるってのと、最近フルカスやったんですよ。で、フルカスやった時の疑問が残ってて、記憶が新しいうちにもう一回やろうということで、今回新エヴァで行きたいと思います。フルカスはね、多分今回で最後かな、もしかしもう気に入ったらもう一回やるかもしれないけど、一旦前回今回でフルカスは終了となりますので、まあ、今回はね、まあ、ST 中もレイとかでやってみようかなと思います。というわけで、実戦開始までドキドキ。はい、ということで今回もエヴァなんですけども、ちょっとねフルカスの記憶が新しいうちにね行ってみようかと思って、これはねフルカス耐えられるんですよ。他の台何の台だったっけかな、フルカス耐えられねえの、なんかの台でフルカスやった時これは無理って思ったけど、あれか延々か、こいつはいけます。ということで、まあスペックは、まあ、ざっくり319分の1で、ST には時短引き戻し込みで 73% で入って、 ST 中になれば継続率 81% オール1500発の、まあ、オーソドックな ST 機ですね。ただオーソドックスではあるけども、どこぞのあの YouTuber がつい最近10万円負けたそうです。俺のチンチンなら見せてやる。敵はね前回打ってやったんですけど、でまあフルカスにしたら、まあ先読み圧にしたらもし先読み出た時点での信頼度が 90% を超えてしまいます。もうゴールと言ってもいいですね。レバブルももう出たら激圧、インペテコフラッシュアップになったらもう ST 大当たりいただきです。あ、死んじゃう。で、次回予告カスタム大当たりの約4割に次回予告が絡むようになってきます。信頼度は上がってないですね。エア吹いたら当たりです。カオル光ったら ST です。以上。だからね、このカスタムでやるとマチェンスは先読みです。はい、こいつが基本的に先読みのメインとしてはこの役物白フラッシュ。でもねフルカスでやってもねバランスがそんな壊れないのはこの台すごいと思いますね。基本ぶっ壊れるんですよフルカスでやると、鼻鼻になっちゃうんでスロットの。これまでの2番ドルも、これががっかりなパターンですね。普段だったら激アツっていう、激アツまで言わないけど、うおーってなるのにテンパらないよここじゃ、だって当たんねえんだもの。あそこでテンパレ当たりです。ここでテンパレが激アツです。先読みがねえんだもん。はい、ずれた。カロン流れてるね多分これ。助けめよね、みんなのために槍を手に入れる。そうすれば世界の戻り、絶対冗談じゃねえから。この4は3、4ダブル当たったらエンジャーやめますよマジで。カクセルートなんか行くわけがない。あ、でも復活はあると思う。復活あたりはあると思う。
茶屋を。てか銀。はい銀。よっしゃ。お疲れ様でーす。さあカール君復活しよう。復活。復活は長です。でもまあ100回で以内に一発連続予告見せてくれたが、あれシンプルだったらやり記事してんだろうな。なんでそういうことすんの、なんでそういうことすんの。この先読みがないじゃないですか。この先、あれ、あ、そうだ、ちょっとちょっと、これも外れやん。どうせ礼拝家来ないべ、先読みねえし。なんでこういうことすんのこの台、今日で、リラックスはステップ、リラックス S4 以外のロングは当たりなんすよ。 SH、S2、S3、S5 のリラックスロング全部当たりで、遠藤会時に吠えたけどノーマルモードなんで、そ、60スーパーの当たりではないですね。またバリだよ、これ嫌いなんで。フランスに行きたくなくなるじゃねえかよ。これから凱旋門賞を見るたびにパーリー作戦思い出すじゃねえかよ。はい、チャンスアップなし。初めて見たのにリラックスロングこの台で、なんで俺今日こんなか。おい、アキラに逃げるぞこの野郎。でも回ってんだよな。で、真面目な話すると十分回ってるから、まあこういう時はね、朝一早くなくてもいいか。うん、クソパリが、クソパリが、あい復活、あい復活な。俺ね、マジでね、これ吠えて外すはやっちゃいけねえと思うんだよ。50馬でもやらかしやがったよね、ビースティー。跳ねるな、白く光る。とはいえ、逆言うと、あの先読み圧でやってるがゆえに、あのこれからのエヴァンゲリオンと今のやつどっちももう覚悟が持てるんで、心が折れにくいっていうのはあるね。うん、今のなんて多分なん単なるノーマルモードでやってたら、お、超えた、あ、リラックス、え、 S4 ロング、え、なんで S3 ロングとかじゃねえの、でも頼むよ頼むよ頼むよ、俺背景ねえのかよつってパリ作戦行った時にちょっと殴ってたかもしれないけど、でもちょっと折れるよね。あ、いいんだけどね、それはそれで。で、それが嫌なら先読みカスタムやめりゃいいだけだから。で、佐々木はね、多分こっちこういうタイプの方が好き。あいつね、シードの時に先読み圧の占有率 70% が半端で嫌だって言ってたのよ。もう圧でやってる以上、先読み来たらゴールにしたいのに、なんでレバブル出してるんですか、カメラマンが。何レバブル出してるんですか。こうやって、あのジャイロ危険っていうのは基本的にエンジャーが熱いの2回ぐらい外すと、エンジャーが機嫌悪くなってカメラマンに安当たりするんですよ。そんまりとかにもよく安当たりしてたんで、はい。で、佐々木枠、まあ先読み合わせでやってるんだから、先読みが出た時の気持ちよさ味わいたいのに 70% だと半端だ。まあそれも分かるな。僕はでもシードの7割っていうバランスは逆に好きでしたけどね。先読み出なくてもまだ希望が持てるようにしてくれてるのは。でもこれは本当にどのルートが選ばれてるかで、先読みがないとほぼアウトっていうのがあるから、うん、これはこれで佐々木は先読み圧で打つのを好みそうだね。で、新エヴァのようなこのタイプだからね、豪商に近い、暴挙戦に近いんだよ。暴挙戦ってほら、真剣バトルで行くときは息フラ出すじゃん、宇城行くときは出さないじゃん。それを先読み圧がやってるのと一緒。こういう風な発展先とあの先読みがリンクしてるのは好き。ただね、あのさっきみたいなのを外したときに席をすって立って周りの人に、あ、すいません、今これ先読み合わせ入れてたんで外れるって分かってましたからつって、あの、うわが、かわいそうだねとか思わないでくださいねとか、隣の人にも逆の隣の人にも後ろの人にも、あ、すいません、俺先読み合わせ入れてたんで今の全然さ、こうドキドキも何もしたかったんですって言いに行った。あのね、パチンコで激アツと言われるのも、激アツかどうかはまだ分かんなかったけど、
でも暑いの外した時に何したいかっていうと、俺周りの人にアピールしに行きたいんですよ。うわあんなの外しててかわいそうって思われるのがすげえ悔しいの。だからもう外れって分かってたよってことを、だから同情しないでねって俺はね伝えに行きたいんですよ。これ分かる人あんまりいねえんだけど、どう？逆に例えばもう自分だけが分かってるあたり、まあエヴァ15打つ人とかあるだろうね。まあ夕方背景であの0号機行った瞬間に席をすってだって、トントン隣の人にトントン、あこれ夕方背景からですやりましたとか、あえてドル箱の店だったらドル箱下ろしてとか、俺ねあえて大げさにガッツポーズすることもありますね。夕方背景で0号機行ったら周りに当たりをアピールするから、よっしゃーっつって、特にね4号機のスロット打ってる時とかあったね。あの大花火とか吉宗とか打ってた時にモルタって分かったら、よっしゃーっつって周りにアピールして、それをあのマルハンで働いてた時に主任に見られてて、こんちゃん昨日マルマルで打ってたろ、打ってました打ってました、当たるために吠えるの気持ち悪いからマジやめてくれやって言われて超恥ずかしい記憶があります。でもみんなアピールしない周りに、当たりましたアピール俺めっちゃするよ。当たりには気づかれたいの、激アツ外れは気づかれたくないの、もしくは気づかれた場合はうわって顔されたくないのから、もう分かってましたアピールしたいの、うん、とにかくアピールしたいの俺は。だからエンジョイやってるんです。作業始めるわよ。リーチ、いや滑りが分かんなかったけど足りないと思うなこれ。あ出る、出たわ、でも外れるんだよ俺。なぜかっていうと先読みがねえからだよ。ということで外れを見ていきましょうね。2で止まんじゃないやっぱりな。ミサトさん止まりは結構外れが多いイメージ。で1でテンパってぎじったから、多分ねこれもし当たるとしたら3で当たると思うんですよね。1でテンパってのぎじだから、でダブルになったのはいいけど、リーチ後がクソ弱いんで、デフォルトでやっててももうここの時点で終わったって分かりますね。あだあの三強ビスティの台って復活するときはこういう風なパターンなので、復活の可能性はわずかながらあります。というかもう復活しかないですね。なんとかしなさいよ。なんともなりませんね。チャンスアップ しっかりチャンスアップ出ないね、外れるから。はい、復活お願いします。でもね今日は優しいなって思う。金カットに持ってこね。出てこいや、これはね多分先読み絡まないんですよ。レバブルもこのルートはなぜなら救済リーチだから多分絡まないと思ってる。さあこの次のから文字量が変わりますよ。そのまま青でいいよ。おいなんで緑にすんだよ。とはいえビスティはデフォで弱いので当たるように作ってる。作ってねえじゃねえかよ。今ので刺さると思ったのに、正直200回転までに今日にやる気は一応感じるんで、200までになんとかなるかなと思って、今ので決まったと思ったら、心臓に悪いって。これはこれ先読みの次回予告ですね。入った瞬間に出たし保留も減りました。でこれは話そうと思ったことだったんだけど、
このフルカスでやってる次回予告が先読みで出たか当該で出たかはすげえ重要です。先読みで出たらほぼ当たると思います。で今保留2位ついてたんですけど、入った瞬間の次回予告だからしっかり減って、今当該変動になってます。まあレバブルもあるしね、いただきですね。ジャイロキャプテン出撃、期待するキス。おいおい、あでも初めて見たかも CG 昇降機。あー風、あーそこでもカオル君、いや風はいらないもん、分かってんだからタンドン。あーたまらないぜ。でもカオル君怒ってねえよ、カオル君怒ってねえよ。あこんなタイミングでリバブルするんだ君。おいカオル、こっち見てね、こっちしか見てね。おい吸引はどうしたの、下品な吸引は、センスのない吸引はどうしたっていうと光らないんで、ここはあのお上品な吸引、やっぱセンスあるよねビスティさん。や僕だったら吸引をつけないんですよ、カオル君光らすのに、じわって光らすんですよ。やっぱねそこがビスティさん違う、だからこれはしっかり昇格するはずです。センスねえんだよ、誰だよこれ吸引つけた人さ。あのねホールで打ちに行ってないよね、カオルランプがつくときに吸引ってやる人って。あマジでクビにした方がいいっすよ。あのジャグラーの島でさ、ゴーゴーランプ怒ってキュインってなるのが好評だとでも思ってたのがね、いやージャグラーちょっとね、ジャグラーのペカリを100万回光らせてからもう一回作り直せた感じ、うん、あ全部カットでお願いします。ビスティでかいクラウンで、はいすいません嘘です、はい。でもねやっぱねキュインはセンスねえと思うよちなみにね、あのジャグラーであのペカった時にキュインって鳴らすホールが出てきたの5号機の時からだと思うけど、マジで不評でなんすよねあれ。やってるホールあるけどあれやめた方がいいよ、やってるホールあったら。あれでやったこのホール鳴るじゃんっていう人間俺は見たことない。むしろペカる時に鳴らすなうぜえっていう声しか聞かない。でユーザーがねから不評を買うことをねなんでやめないのか、すげえ不思議な業界でもある。パチンコ業界ってやめろってことやめないんだよね。こんなの珍しいです。あでもコンビニ業界もやめろって言ったことやめないか、基本企業ってやっぱやめろって言ったことやめないんだね。まあジャイロ君もやめないねリスナーがやめろって言ってることをやめなかったりするな。そういえば俺も人のこと言えなかった、すいませんでした。でもさ、なお今新エヴァンゲリオンの中の人なんであの入賞次回予告出してレバブルも出して当てたのに俺ここまで暴言吐かれなきゃいけないのって思ってると思いますよ中の人。だからこれ時短で当たらないですね。あごめんねごめんねごめんごめん、時短で当てて時短で当てよ、うん、お前はいや本当に最高に面白いよ、エヴァ15なんかより全然面白い。これちょっと機嫌損ねちゃった、いい子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 、ちょっと機嫌直させないと、機嫌直させないと。で今すっげえ今すり戻ったんですよ俺、何と戦ってたんだろうこの10分間、俺何と戦ってたんだろうねちょっと最近病気かな僕、しまっただよねまさに。もう一回出ます、もう一回出ますか。やり出るね、やり手が焼くもの、今日やったら出るなお前、これで3回目4回目ステップ2からいきなり始まるとやりか、やりてか薬物記事か、うん、分かった、薬物ステップがいきなり2で始まったら4だったら当たりなのに、ちょっと礼拝券ぐらい出してみろや。うわくす、これだから弱い予告は198回ね。
いやー、入り口はいいんだよこのリーチの。まあ白ボタン銀カットインだね。4枚目でございます。ここからが地獄の始まりなんだよな。こ3万消えるまでに持ち玉作りたいよね。やっぱそううまくはいかないんだけど、ビドル相手だとね、平均が3万超えちゃうんだよね。平均でね、1万でなんとかなる日もあれば5、6万かかっちゃう日もあって、トータルで3万。もうちょいリスク上がってるかな今のミドルは。いやーこの1万でなんとか SD を引きたい。なんかね、飯馬素材のね足音が徐々に近づいてきてるんだよね。しかも沈黙してんだこいつ。これはやばいですね。はい、5万円目でございます。あでもさ、なんかなんだろう、みんなもパチンコで死にたくなったことあるかな。僕はたくさんあるんだけど、ここ去年の夏からはないです。それもその前まではもうよく妄想もしたし、パチンコ業界ぶっ壊れる妄想とか、あのね、ライター仲間で何人かジャイロ被害者がいるんですよ。ほら LINE とかメールあったじゃん。で僕がドスランプに陥ってる時はもう死ぬ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 、パチンコ死ぬ死ぬ死ぬとか思いっきりもう死ぬの文字をドドドドドドコピペして、いろんなやつに LINE とかメールしてたことがあるんですよ。大迷惑ですね。でニュースの時間ですっつって、パチンコ禁止法案が可決されました。なお業メーカー関係者並びにパチンコは勝てるとつぶいてたくさんの人間を不幸にした業界関係者ライターは明日処刑される見込みですみたいなことを真顔でメール打って送信してたこともあるぐらいなんですよ。頭おかしいでしょ、うん。で何が言いたいかというと、それでもやっぱパチンコって節度を持てば死ぬほど負けるわけじゃないじゃないですか。一日ね、じゃあ お前100万ボンって渡されて、これで、ま、100万パチンコで負けてこいって言ってもベタの目いかない限り無理なんですよ。でほら最近あの大谷選手の通訳さんね、何百万って聞いて、まああの人の収入なら余裕なんじゃないだろうと、何百万円じゃなくドルだった瞬間脳がバグりましたね。ドルドルドルってことは億いってんのみたいな。結局7億ぐらいいってるんだっけ。いやなんでそんなやるんつって、僕だったら例えばまあ年収何千万だか億近くあったのかな、あの通訳さん3000万なり5000万はもうピッて絶対にこれはキープしとくぞって金にしといて残りでやるんですよ。いやね、破滅をかけちゃいダメなんですよギャンブルは。で僕はギャンブル肯定派か否定派って言ったら肯定派なんです。ギャンブルがない世の中なんてくっそつまんねえと思ってるんで、ギャンブルはやれって思ってるんですよ。で自分もバチンなんだかんだ文句言いながらもこのお仕事続けたられてるのはやっぱ好きだからですよ、うん。3日4日打てないとやっぱストレス溜まっちゃうからね、打ちたいっつって。でもね、不思議なんだよね、パチンコってなんでこんなに人の心を壊すんだろうって。うん、正直理解はできんかな。奥もかけて、あと僕そんな贅沢に興味がないので、例えば年収1億あるとするじゃないですか、1億かけてギャンブルしようと思わないんすよね。でね、もう一つ大事な話があって、破滅をかけたギャンブルが楽しいって意見もあったんで、それは分からなくもないんだけど、あの一世一代の大勝負かました時は、ああ351かました時は、あの成功してもギャンブルから離れた方がいいね。え、なんその100万円1レース競馬1レースぶち込みました、単勝そいつの単勝を10倍に100万かけて1000万になりました、よっしゃーってなって、もうよっしゃこれ人生やり直せると思って、もうそしたら絶対そっから3ヶ月から半年はギャンブルから離れた方がいい。あれね、自分の身の丈に合ってない額かけて、それが失敗したらもちろん人生ぶっ壊れるけど、成功しても壊れるんですよ。あの満足いかなくなるから、それまでの額だと。これマジであるからね。だからギャンブルで成功して身を崩すのってそういうことなんだよね。
だから多分この通訳さんはいやそれそこにはまっちゃったんじゃないかな。ただ僕も時には自信ある競馬のレースとか8万とか10万ぶっ込むことはあるんで、で成功したこともあるし失敗したこともあるんですよ。どっちもその後ぶっ壊れましたね。経験則から言ってます。マジでね1回のバックが30万とか40万のバックが1レースであると、それからね例えば3000円かけて単勝4倍1万2000円のバック、あーしょっぽってなっちゃう。もうね3000円だって、1ベット3000円が満足できない。3万とかかけないと。でその勝った40万どれぐらいでなくなったかな、1ヶ月か2ヶ月でなくなったね。だから皆さんもギャンブルってね本当うまく付き合えば人生を豊かにするものだと思うんですけど、一歩間違うとマジ破滅するんで、ほどほどにね、うん、あとパチンコ業界に最後に言っておく、パチンコは程よく遊ぶ遊びですって言うなら程よく遊ばせるこの野郎って話なんですよ。はい、ジャイロ技研のジャイロです。あーシンプルにしてあそっかリセット、あカスタムが戻っちゃってる、すいませんすいません入れます初子貫徹男はな逃げちゃいけねえんだちょっと1000までになんとかなっかな。ただまあ1000ハマりもそんなね食らってないんでね、20回に1回ぐらい食らうんですけど、まあそれより頻度が少ないんで、つかなんかまた10万負けそうな気がしてんだけど、今日松江行かなきゃいけねえんだ松江。勝ち込み完了、やべ大パン完了って言いたいなってきた。なんだろうこのエヴァ15もそうだったけど、なんか出るときと出ないときの差が激しくねこいつ。なんか穏やかな実戦を経験してねえ気がするダンバイン見習えよ、まあ、昨日唇にボコられたけどただねこのカスタムでバチッと入った瞬間にブルッての次回予告はね脳汁出るね。でも俺レバブルは入れない方がいいんじゃないかなと思って、ねさっき次回予告来た時脳がかドーンってきたのは次回予告じゃなくてレバブルの方だったからね。だから視覚じゃなく触覚の方で脅威を感じたんで、静かに出る次回予告を楽しみたい人はねレバブル外した方がいい。うわーちょっと待ってよちょっと待ってこれ入賞だよね、入賞だよね今入賞だよね、よし入賞。やっぱね言霊あるよ。よっしゃ来たー、しかもレバブルなしのこの気持ちよさ、今のはこっちじゃない、こっちに来た、脳に刺さったよ。うん、特に今演者としての引きがクソ強いと思う。うまく話の流れに沿ったことが出る、これすごいよね冷静に考えると。このタイミングで次回予告出すってすごいと思った格変渡りじゃねえんだ早く下品な吸引を聞かせ、あ、違う、上品な吸引聞かせ。平和さんは分かってないじゃん平和さん。あれ、あ、びっくりした、テロップしろだから大丈夫って思っちゃった。これで歌手、あ、じゃ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 、このね真面目な話、このタラララララララの告知はいいの、これはセンスあると思う。吸引はねちょっとね俺は受け付けねえな。うん、いやごめんごめんごめん、やっぱね平和さんは分かってないよねビスティさん、やっぱねなこのねカオルランプもう光った時キュインって言うからいいんだよ。平和さんはねタマちゃんランプ光る時にキュイン言わないじゃん、やっぱセンスないよね。よし褒めといた、褒めといたから連チャンします。赤エルメアチャンスアップです。はい、やっぱ褒めないとねダメ、子供もパチンコも褒めてこそ成長する。やっぱ最高だね。で今みんなはこう思ってるはず、どうせ速落ちしたら大に文句言うんでしょ、当たりさで真面目な話、前回は先読み圧じゃない3人でやったんで、今日は先読み圧の2人でやってみようと思う、フルカスをね。あのあとねレイマリのフルカスも面白いじゃないかなと思って、まあマリはフルカスやる必要なさそうだけど
でこうやって私を選んでって声が聞こえたとこ、あ軽く違う、あすいませんすいません、応答しません、レイにする予定だったのに、まあいっかまあいっか、あれあのうちのチャンネル見てる人は分かってると思うけど、うちの絵じゃってこうだから、あの言ったことやんねえから、うん、ナイス、で 3D 立体勝負 OK、 これねどっちか当たってる、仕方ねえなあ、おい風が吹かねえぞアスカチン、おい風どうした、アスカチン、アスカさん風が吹いてないです、でもまだ早すぎるね、まだ10回転ぐらいで当たるのは早い、この次の点滅保留ちょっと期待してる、赤よっしゃいいね、でも保留がよく変わる、ちょっと一回当たって飛鳥さん、まだ100もあんのに、やべ、なんでエヴァって残り100切ると当たる気がしなくなるんだろう、まさか速攻打ちとかしねえだろうなお前、いやダメダメ、言霊言霊、あそっか今フルカス、よっしゃ言霊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 、そうか今フルカスだから次回王国とか出ないと当たんないよねって言おうとしたんすよやったぜサービスサービス、下品な一発告知だぜ、褒め言葉、自分が出した分には褒め言葉です、あでもやっぱ自分が出してもあ この一発告知だけは受け付けねえんだよな、なんだろうな、高音すぎてね脳に響きすぎちゃう、赤ボタンかな、あデフォボタンか、アスカさんナイスです、すいませんアスカさん、あの まだあなたでやりたいんですけど、レイでやるって言っちゃってるんで、すいませんすいません、もう私クビにすんの、次終わらせるわよとか言ってそう、中で中の人がもう一周 OK、 うーん、エヴァ16はレイマリーちょっと微妙かもしれんな、あのフルカスじゃなくても、おっしゃってけなしたら来たけど、ちょっと待ってちょっと待って、あここでこれがあるからか、これ 3?9 か、9じゃダメか、ここで当たりますね多分、さすがに当たるよな、この前外れやがったからね、これがでレイのいいところは、まあ先読み出た瞬間フルカスだから、その時に レバーを待ち構えやすい、やっぱシンジ、ま、アスカ、カブルの方がチャンスが多く見える分楽しいかもしれない、でマリはもともとフルカスだからやる必要ないいのかな、あれは次回予告とかも出やすくなってんだよな、マリはフルカスタムってなってるから、やばい今石がどっか行った、いやいや残り120切るまでは当たらなくていいわけだから、おっしゃ先に来たレバブル、オッケー、レバブルはなかったけど一発告知した、でも当たった、ありがとうございます、ちょっとあと3回4連チャン取る気がいるのって俺思っちゃったけど、いやエヴァの良さなくなるかな、これなんか高速 SD やってるのと一緒な気がしてきた、これ次回をレバブル、フレロッシュ今テンパイ煽りの後だったからね、ここから震えねえかなと思って、先読みで震えるかと思ったら別ので、あそれがあなたの幸せだったんです、渚しれ、あなたはシンジ君を幸せにしたいんじゃない、それによりあなたが幸せ、その通りです、老後は畑仕事でもどうですね、そうだね、それもいいね、それもいいね、ここでくっちゃべるようじゃ二流なんですよ、エヴァ16は先読みが絡みやすくなってるから、もうノーマルフォリューの先読み出てねえ時点でレバブルしねえと思っちまう、15だったらねこの一個一個震えねえかなって思えるけど、おい次回予告はどうした、こっから
次回を次回をレバーボール、よっしゃ、自分が怖えんだけど、前回もこんなこと言ってたら残り3でぶっ刺したけど、これは大丈夫だよな。あ、で多分ギジるね。嘘、そのまま行く？いや、なるよね。え、ちょっと待って、あれでもあれ今回 ST 中のレバブルってカスタムしたら当たりなんだっけ。これ外れるとばっか思ってたんですけど、前回の動画見たら、え、何大当たり濃厚、いや、そうなの。お前今までこれだけ新エヴァ打ってて分かんないのって、もうだってエヴァ15で レバブルカスタム外したから、俺はこいつのレバブルカスタム外れるって思ってるんだ。あ、よかった、うめえ。っていうかね、よく考えたら ST 中にレバブルが外れる方がおかしいわ。よう考えたらアキナでそういや言ったな、右打ち中にレバブルは普通外さねえって。外すタイが1個いたわエヴァ15で、 あのイメージがあるから俺もこいつは外れるイメージがあった。すげえわずかながら 99% ぐらいかと思ってた。よお、ちょっと待って、 93% あるけど、でも即当たり込みでの 93%、 マジかよお前、やらかすの。前半の赤をやめてくれよ。復活か、何にも出てないってことは。復活、いやちょっとこれは痛いんだが、おい復活しろよ、香りボタン来るべ来るべ、来たー。そうだよね、ちょっと外してほしくねえよ。あー、いい風いい風いい風しないで、しないよ、だっていい風吹いたし、残ってた、ここ見てたもん。どんな時にもね、お前テンパリや、情報奥さんだったら。あ、ガセますね。さあさあ、キヨミカモン、そう、キヨミカモンって来たんだか当たりました、いい、にゃ下品な音だぞ。水玉ボタンだと、ごめんすぐ押しちゃった。おお、来た、うめえ、あ、いった、保留連打、気づいたぜ。これ次回よく出たよ、保留3つだったんですよ、で1個入れといたんですよね、追加で、その1個が当たってた、うまいね。来た以上に出ねえんだな、そういえばここまで1回2回ぐらいか。あ、無って言ったら出たよ、無限大保留変化。あら、ゆいさん、右打ち、はい、あ、そのままラウンド中行くんよな、ぎじるな、ぎじると疑似連合する。おい、レイ、お前ちょっと、あ、よっしゃ、保留、ちょっと緑割れやばいって、緑割れやばいって、緑掘りのままはやばいって、またやるの、また外れるの、お前これやばいよ、ここでの外れはやばいって、お前ちょっと待ってくださいよ、なんでそんなことするんですか、後味の悪い、後味の悪いものを俺に残すぜってセリフが今浮かんでんじゃねえかよ。てめえは俺を怒らせたとか言わせないでください、頼む頼む。いやでも復活しねえだろうな、緑掘りのままなんだもん、緑掘り一番ダメなんだよ、顔をく、マジで、あの先読み2回も外すなよ、レイでやってる、お詫び、予告、レバブル、予告、レバブル、いや、あの外れは痛えよ。もうちょっとここで当たれや、じゃあ震えるよお前、135、いや、あのスルーの仕方は悔しいわ、すげえつらい、あー宇宙で今一番引きが弱いと思う。さあ、あのムカついたでしょ、さらにムカつかせる一言をここで言ってコメントを稼ぐのが一流の演者だから、ムカついたと思うんだ、本当に引き弱かったね今の ST。 さあ、清美レイデだよ、
こんなにかわいそうな人間いるかな。とかわいそうだからすぐ当たってよ。ごめん、すぐ当たってよ。本音で言ってます結構引きずってる、マジで引きずってる。あのね、外しちゃいけない時には外すのはダメなんだよ。次回王国来るわまあ入賞してレバブルしたから次回予告来るなって読みました。こんな後ろ、こんな告知を初めて聞いたが、これ長いからこの辺で今ぎじってますね。だからもし次回予告入れてなかったら、まあ、レバブルはしてたと思うけど、ヤクモノ疑似連かこれからのエヴァンゲリオンか、まあとにかく疑似連はしてたと思います。でそろそろタイトル出ますね。この次も期待してね。これもいいね。かわいいね。ああでもやっぱテロップ赤になるか。でまず次回予告でレバブル入れてるからもう いけるって分かるけど、何も入れてなかった場合、多分今ヤクモノ疑似連かなんか出てるんですよ。で多分礼拝家とか出てたんじゃないかな。でモニターもテロップもチャンスアップがなかったらもう無理だと思ってください。絶対と言っていうほどどっちかは赤になります。当たってる場合ノーチャンスアップで後半まで来て当たったってケースはほぼないですね。で銀金と、だからノーマルモードの良し悪しはここですね。当たるときはしっかりチャンスアップ、赤のモニターか赤のテロップが来て最後は AT フィールド、この形で当たることがほとんどなんで。でモニター赤テロップ赤っていうもう悶絶パターンもあります。外れることはありますけど、だからそういう点では僕シンプルの方がチャンスアップが出たら当たりだし、そもそもチャンスアップが出ないからパチンコ台そのものとしてはシンプルモードの方がやっぱいいかなと思ってます。こっちはこっちで、あの今のもね赤テロップも出てて、これならいけるっていう形の流れで言ってくれるんで安心感は高いんですけど、ダメだなってのも先に読めちゃうマイナスポイントもあります。ノーカスタムでやりたくなってきた。ごめん、あのジャイロ機嫌ってこういうチャンネルなんで、お前今日フルカスで行くんじゃねえかと思ったけど、あれ前回シンジ、アスカ、カオルの先読みアツじゃないキャラのフルカスやって、今日レイのフルカスやったからちょっとねデフォでやりてえっつったら、これいいね。あれ入ってないよね。あ入ってないよね、たまたまだよね。くそでね、これは僕の仮説なんだけど、シンジは変化ボックスが他のカエルよりやっぱ出やすいと思う。でレイマリは変化ボックスがすっげー出にくい。もしあのフルカスのアスカやカオルを見たい方はこの前回のやつでもフルカス実践やってますんで、そちらの動画をちょっと見ていただこうかなって。で今回ちょっと最後はデフォ、あ最後か分かんないけどデフォのシンジ君をちょっとやっていきましょうか。おこういうのもさフルカスでやってるとまあガセるんだけど、大体でもおっていうのがやっぱ欲しいじゃない。お弱いけど弱いけどやっぱおって燃えた。あーダメか2点だし、うわでもやっぱいいわ、うーんと燃えた。こっからフルカス、お前どっちやねんって話ですよね。のデフォディアンじゃねえのかって思われたけど、やったやったっすねさあ元に戻ろうがなんかねこれやったらすぐ引ける気がしたのでね、あの人間の直感ってほんとバカにできないんで、麻雀やってる時もあのペンちゃんペンサンゾーとかあのカンパーソでフルカスで一番バランスいいのはシンジかもしれない、カオルよりも。当たりましたね。これは大丈夫ですよ。
これ外れてちょっとやべえ。あ、1、3、5止まったね。オッケーオッケー、当たった。あ、しかも3じゃん。あ、3じゃね、9か。これ当たった、よかった。次回予告が出るイメージができた。おっしゃー、ほんと、ほんと最近怖いよ自分が。キャラ神事にして前半をデフォー、後半をフルカス。後半はやっぱ安心したいじゃん、早めに。うおー、いやでもちょっとこれ緑捕竜じゃダメなんだよ。ほんあれ、出がらし君になっちゃってんだよね、緑。赤捕竜になって、いや弱え。あーダメだこれ。135だったら、135で止まることあるのかな。そこブルルル、どっちだこれ。嘘でしょ、叫びじゃないのか。あ、135、あ違う、叫びか。叫びでいいんだよな、白フラッシュは。きたー、きたー、やっぱ最後の最後に強いの。ちょっと未練打ちして630までやろうと思ったら来たよ。この白フラ見たかったんだよ。あー、美里さんもレバブルも来て、美里さん当たる連続予告が来ましたよ。皆さん残り2万発でやめるか悩んだんだけど、あと500発って思ったら当たりました。でもこれね、ちょっと通常苦戦だ。りっちゃんじゃない、りっちゃんじゃない、りっちゃんじゃない。8割割と成り上がるで、初号機背景来ます、当たるんで。マジ400超えて当たるときはほぼこれ絡みます。これが出ないと極端に信頼度下がります。前回の動画見てくださった方は同じ説明してるんですけど、テロップ赤で赤ボタン来て金カットインで当たります。すいません、あ、ですよね、これノーマルモードでやってるときはこのルートで当たる場合は大抵がこれです。レインボーレバブル来たけど昇格してくれるかな。8は割と昇格する、ただね、槍昇格なんだよね。ファンファンファン来ねえよ。え、通常そういえばならなかったね、吸引つって。で、大体8が昇格する、1回止まったとギュンなんだよ。あ、来ないか。それで、それで、そのレバーは重ねか、こら。100ゲームあればビッグ引けるぞ、花火なら。こっから先、多分レバブルしねえんだ。もう残り1とかだから。はい、まだまだ読めますよ。3回転は乗せてきた。さあ、技だけ打ってやめるか。はい、お疲れ様です。ということでね、今日実はこマジでね、アキナもねやっぱここだね。うん、である程度回されてますね。でエヴァアスとこれ僕の方もね21ペース、まあ鳴らしても20は超えてたかなと思いますね。エバースも行ってたと思います。で延々なんですけども、ちょうどね今お客さんが引いちゃったとこなんですけど、やっぱ延々もよし。アリアが42回も出てやがる。でシードにも実は当たりがありましたね。アマライトなんですけども、やっぱねこっち徐々に認知されてきて、お客様もね座り始めてますね。いいなと思ったところは大体回されてますね。あれ、こっちのね奥の方もチェックしてみてください。でジャグラーは今のとこ綺麗に右肩上がりで3600ゲーム、5114ビッグバケ1666ファンキー。あ、変速3台並びかな。アイムもここ並びかもしれないですね。あ、カバネリこれトータルするとやっぱ赤ですね。これここだ、こっちに入れるか。縦が3箱うわ、イニディ何これ、やばない。いや、お見事。で、スマスロ、バールブレガン1枚、北斗8000枚、ラブジョー6000枚、バーチム5000枚と3000枚が多数。マクロスも4500枚出ましたね。あ、で、ここが、バジが5000枚か。ということで、今日はどうやら、並びで塊で強いのが。というわけで、エンディングいきましょう。はい、お疲れ様です。ということで、すいません。またしても飯まずかになってしまった。投資が11500発、結構いったでしょ。回収2万発、すいません、本当にすいません。というわけでプラス8500発でフィニッシュでございます。ありがとうございます。いやー、でもフルカスなんですけど、まあ、先読み圧来しなを入れると
連続予告はこれでね自分の件数10件あるんですよ。古か先読み圧入れて10件すべて連続予告のあたり10件すべて先読み絡んでます。逆に先読みが絡まない連続予告は全部外れてるので、まあ今日で確信しましたね。やっぱ僕はね見るところが違うなと、やっぱ俺の仮説は大体当たってる、うん、ということで連続予告はもう先読み必須で、暴走ももしかしたらまさか暴走っていう先読みがあったりするんで、暴走ももしかしたらそうなっちゃうのかもしれないけど、まあ、先読みなしの当たりルートもあるとは思うんでね、うん、でこれでやるとはっきりとビシュンってくる瞬間もあるけど、楽しむって点だとどうかなってのがあるので、シンプルやデフォルトのみでやるのが生きるのかなと思いましたね今日。で ST 中はフルカスも悪くはないんですけど、なんか高速 ST と変わらないかなと思うんで、デフォルトでシンジかカオル誰でもいいんですけど、デフォルトでやった方が楽しめると思います。はい、ということでね、次回もう期待できると思いますので、ぜひとも皆さんご来店ください。というわけで今回はこの辺で、また次回さよなら。だからこれがパチンコってやつわかる？あの流れで瞬発なわけがないんだって。流れをつかめないからみんな負ける。俺負けてるな。で今つながりつかんでるでしょ。手も出ししないよ。これ来たから。